アカデミー・オブ・ミュージック・ヒッツ・ビレッジ・ニューヨークは、東京都渋谷区道玄坂にある音楽学校。ボーイズ・トゥーメンのネイザン・モリスが名誉校長を務める、ボーカル、デスクトップ・ミュージック、プロツールズ等の分野におけるプロ養成校。ボーイストレーニングに関しては、ボーイズ・トゥーメンや、ホイット・ニー・ヒューストンのボーイストレーナーを務めるゲイリー、ことなしのボイスビルディングメソッドを国内において、独占契約。 学校法人ではないため、2年生終了時に、専門士の資格は取得できない。桜の雨で、日本クラウンから、メジャーデビューを果たしたアブゾーブのメンバー、森春吉、笹原翔太は、ヒッツビレッジニューヨークのレッスン生。ユニバーサルミュージックから、メジャーデビューを果たしたジルは、ヒッツビレッジニューヨークのレッスン生。昼間部と夜間部、1年生と2年生を、 設置学校主催のライブイベントを2から3ヶ月に1回のペースで開催。基本的には在籍生徒が出演しているが一般からの出演も可能。年に1回在籍生徒及び一般からの応募によりオーディションを開催。2時から3時審査まで行い最終選考としてライブハウスにてレコード会社、プロダクションの前でパフォーマンスを披露する。 その場で優勝者を決めるというわけではなく、声がかかり、話し合いの場が持たれる。ありがとうございます。